シェコジャパンの岡部と申します。こちら今福島工業と高橋工業様のブースに来ております。では成田さん、ちょっと自己紹介の方お願いしたいんですけれども、お願いします。はい、高橋工業株式会社 の社長をしております成田です。よろしくお願いします。ではちょっと質問の方していきたいんですけれども、はい、今回の展示の見どころをちょっと教えていただければと思うんですけれども、今回の展示会、まあ、もう何年も続いてるんですけれども、福島工業グループの展示ということで、グループ大きく4社ございます。福島工業、高橋工業、 FSP 証券、この4社が総合的に何がお客さんにとって提案できるか、そこを一つ一つの展示に意味を持たせながら、お客さんのソリューションにしっかりつなげていけるような、そういう展示会を目指して、取り組んでまいりました。その中で、弊社高橋工業はですね、どこに力を入れているかといいますと、後ろにございます CO2、自然冷媒ですね、トネルフリーザーには今までフロン機を、フロンの冷凍機をずっと使っておりましたけれども、ここ何年かですね、自然冷媒の対応というものを求められる、そういう要求が非常に高くなっておりますので、その中で、我々はもうアンモニアではない、新しく直棒の CO2 というものに着目してですね、でこれを2年ほど前から導入を積極的に進めてきたというところになってます。今回はそれの実機を展示させていただいて、でフリーザーとつないでるイメージと、あとフリーザーにちょっとディスカント空調というのもつけてるんですけど、それ の, 再生に排熱を利用するというコジェネの提案も同時にさせていただくようにしております。これが一番見ていただきたいポイントになります。ありがとうございます。ちなみに今までの導入実績としてはどれぐらいあるのでしょうか。はい、2年前に岡山で1台入れさせていただいた後ですね、昨年、台数では3台で、今年計画しているものまで入れるとトータルで7台くらいになると思います。まだ導入前なんですけれども、確実に台数は毎年増えていっておりますので、これからも増えると思っております。はいはい、ありがとうございます。今年度の目標と来年度の目標を教えてください。今年の倍を、来年はまた目標にしますんで、5台であれば10台、10台入れば20台と、倍々ゲームで、進めていきたいなと思っておりますので、うちの営業マンはもう全てのお客さんに自然冷媒を提案するというところから必ずやるというふうに決めて行っております。はい、ということはフロンからの切り替えとしては CO2 を押されているということですよね。そうですね、やはりですね、小型の店舗とかの世界ではもう CO2 っていうのがどんどん入っていってるんですけれども、職員工場様は大型の機械になりますので、最初はなかなか提案も難しかったんですけれども、これだけ市場で、冷凍倉庫等を中心に広がってくれた、認知度が高くなったっていうのもありますので、もう CO2 を中心に提案をさせていただいております。はい、ありがとうございました。